はい、皆さん、こんにちは。和道です。今日は2019年1月の22日、火曜日です。時間は、15時37分です。今から、ステゴロ3というボクシングの大会に出るんですけれども、そのトレーニング16日目、ロードワークといって、5キロ、ランニングしたいと思います。で、ロードワーク5キロ、要は僕が走ってる間の時間に、もらったアイテムの花火の数だけ最後にダッシュしたいと思います。応援よろしくお願いします。それじゃあ練習行きましょう。はい、ワード2。今から練習です。よいしょ。昨日は、タイムが筋肉痛で遅かったですね。今日もちょっと腰が痛かったり筋肉痛なんで。昨日32分かな ?32分かかってるんで、ちょっと4分ぐらい遅くなってんのかな。最近のタイム38分台だったんで、悔しいっすね。あ、38分台、28分台で走ってたのか、4日連続。30分4日連続切ってたんだけど、ダッシュ取り入れてから、ちょっとダメになってますね。残念だけど。じゃあ頑張りましょう。次はどつ、タイムキーパー募集します。1分経過2分経過って書いてくれるリスナーさん、お願いします。誰か暇な人がいたら書いてください。天気いいっすね、今日は。映像音声問題なければ教えてください。洗濯したから臭くない。いつも通り今日も10分から走り始めます。ちょっと筋肉痛ひどいっすね、やっぱり。ロープ柔軟しましょう。西尾が痛いな。今日はね、30分切りたいですね。痛みをこらえて30分、28分台とは言わないけど、ちょっとやっぱ30分切らないと不安になってきましたね。足が筋肉痛で突っ張ってますね。良くない。
あれコメント来ないな。映像見えてる？電波ある？バグかな、また。コメント止まったな。見えてないっすか？タムタムさん来てるよから。来てる？音でかありがとう。なんで腰痛いんだろう、走ってて。あと3分ですね。30分切ろうね。田中さん、皆さん花火よろしくお願いします。水をすくうようにした両手。誰かタイムキーパーできる人いますか？今日1分経過、2分経過ってコメント書いてくれる人。ちょっとそういうあのタイムキーパーいるとね、タイムが走ってる時把握できないんで、あのタイムキープやってくれる人いるとありがとう、ありがたいんで、もしよかったら手空いてる人、1分経過、2分経過って手空いてる時だけでもいいんで書いてくれると嬉しいです。かぶっても構わないんで、ぜひあの時間カウントしてくれる人がいたらありがたいです。1分経過、2分経過、10分から走り始めるんでカウントは簡単ですね。もし手空いてる方いて協力してくれる方、ぜひよろしくお願いします。タイムキーパー何人いても大丈夫なんで。ちょっと肌寒い、風がちょっとあるね。30秒で出発します。手空いてる方、タイムキーパーよろしくお願いします。じゃあ、今日も気合い入れて走りましょう。もう10秒前です。16日目ですね。
Yeah.
ハーフです。頼む。次21分。Thank you.
間24分経過。ありがとう。
ゴールです。40秒お疲れ様です。ボン、ありがとう。いつもありがとうね。29分40秒です。お疲れ様です。ボン、ありがとう。今日のタイムキーパーはボンでした。ありがとうボン。今日のタイムキーパー、16日目のタイムキーパーはボンでした。ありがとう。お疲れ。ありがとう。お疲れ様です。タクタクさん、ありがとうございました。バロさん、お疲れ様です。風邪流行ってるしね、インフルエンザね。今風邪ひいて練習できなくなったらパーになっちゃうんで、今までの努力は。最近調子いいね。疲れた。ご飯だ。飯だ飯だ。中野だね、中野さん。こんな感じだね。何食べようか。まだ決めてないな。何食べよう。風強いね、今日ね。すごいね、風今日強いね。ちょっと向かい風で走りづらかった前半。気合でなんとか30分切りました。筋肉痛も痛かったけど、昨日ちょっと2分オーバーしてたんで、ちょっと全身痛いっすね。腰が特に痛くて、もう精神力でカバーっすね。
ちょっと体重かったな今日は。そうだね、昨日多分ストレッチをよくしたからそんなに足腰の筋肉痛引きずらなくて済んだと思うんで、ストレッチよくして明日に備えたいと思います。ここの風景都会だよね。エヴァンゲリオンみたいに好きなんだよね。公園が丘になってて、その都庁とかが全部見える、ここ好きですね僕。金魚姫さん買ってここ好きですね。ビルが生えてるんですよ。マロさんいいです。いいよね。モンサンケが近かったらマッサージしてあげられるんだけどね。マッサージね、欲しいね。金魚姫さんにシミがまたいい。マッサージが欲しいですね。捨て頃の前日は必ずあの韓国じゃねえや、中国マッサージ行くんですよ。前日の夜中に疲れた。金魚姫さんよくほぐさないとね。そうだね、ストレッチ体硬いから苦手なんだよね。マッサージ行きたいっすね。ポカリ飲もう。ポカリ。喉渇いた。
何食べようかな。ポカリめちゃくちゃ役に立ってるよ。水分補給すごい。あのね、水だけじゃダメなんだよね。塩分と糖分少し入ってないと吸収率が悪いの。それね、一回ね、なんかの練習会の時に脱水症状を起こしちゃって、で水ガバガバ飲んでも全然治らなくて、ポカリ飲んだら一発で治ったの。抜けるんだよね、うん、だからポカリね、送っていただけると嬉しいっすね。多分半年間たくさん必要なんで、まあプロテインとかもね、送っていただけたら嬉しい。プロテインはいらないかな、どうだろう。まあマッチョになってほしかったらプロテイン送っていただければ飲みます。あとハゲを治してほしい人はね、気配薬をね送ってきていただければ、育毛しますんで、はい、僕をコーディネートしてください。リスナーの皆さん、気配薬、プロテイン、ポカリセット、何でもね受け取りますんで。こういう服着てもらいたいとかだったらね、ZOZO タウンとかで服買って送ってくれたら来ますよ。今日はこの服着てほしいとか。ポカリ送ってくれる？粉ポカリがいいですね。 10リッター用のでかい粉ポカリがいいですね。安いんで、まあ1リットル用の何でもいいですけど。あ、パウダードリンク送ってくれたらスポーツドリンク嬉しいですね。ポカリじゃないんでも送って送って。住所はツイッターに書いてあるからね。ナイキはあんまり好きじゃないかな。あんまり、ていうかスポーツはあんまりやんないからね、スポーツブランド好きなメーカーとか特にないんすよね。何でも着ますよ。これ着てトレーニングしてとか、これ身につけてとか、例えば、このブレスレットとかもリスナーさんからのプレゼントで、これずっとつけてるんですよ。これリスナーさんからのプレゼントね。あと、パーカー、普段着てるジャック・ダニエルのパーカーは、リスナーさんからもらった5年前、もらったパーカーずっと大事に着てます。リスナーさんからいただいたものは結構たくさんあって、例えばソソにいただいたこのグローブ、これは練習用に使ってます。でミンスケからもらったね、空気清浄機とか、いろんなね、リスナーさんからいただいたものたくさんあるんで、あと板場バーっていう配信者さん、板場バーさんからこのバッグいただいて、このバッグはカメラ用のバッグは普段使ってますね。リスナーさんからいただいたものは大切に使ってるんで、ありがとうございます、うん、いや俺ツイッターに住所書いてあるよずっと。だからワド監督で届くからね、住所。僕のツイッターのプロフィールページに僕の住所書いてありますね。いや、リスナーさんからいただいたものは基本的に捨てられないですね。どうしてもゴミになっちゃった場合はリスナーさんに謝って、放送とかでごめんなさい、これいただいて壊れちゃったんで捨てますっていうことはちゃんと報告してますね。うん、住所はね、まああれですね、さっき言った通り僕のツイッターに書いてあるんで、なんかこう例えば農家の人とかでね、取れたての野菜送りたいとか、ね、イカ漁師でイカのスルメがたくさん取れたから和道に送るとか、そういうのも全然ありがたいんで、お米がどうとか、欲しいものリストだけじゃなくてね、うん、お米も送れる。そう、全然お任せしますね。まあでも送料がかかるからアマゾンの方がいいかもしんないよね、うん。いただいたものは大切に使わせていただきます。
や、皆さんお疲れ様でーす。KP。ああ、うまい。ああ。体に染みるよ。うまい。染みるな。いいよね。リスナーさんからいただいたもので体を作るっていいよね。なんかね。この体が全部リスナーさんからのいただきもでできてる、ご好意で成り立ってるからね。面白いよね。いや疲れた。しんどいよね。半年後まで長いぞ、これ戦いは。リスナーさんのね、ご好意でね、生活できてるからね、そうだね、みんなツイキャス移動しちゃったね。俺もツイキャス始めだし、ちょっとオワコン化が進んでるよね。ツイキャス7割還元だからじゃない。多分向こうの方が閲覧を稼げるし儲かるんだったらね。ふわっちはね、みんな稼ぎに来てたからね。向こうが稼げるってなったらやっぱ向こう行っちゃうんだろうね。あれなんだろう、傷がついてんのかなこれ。フレアがすごいな。もともとだからね、ふわっちが伸びたのってツイキャスを保管する、なんだろうな、フレアが気になるな。うぜえなこれ。もともとだからツイキャスに足りない機能を保管する感じで流行った感じだからね。ツイキャスが新しい機能できちゃったらみんな向こう行っちゃったよね。ふわっちっていうサイトの役割が終わったのかもね。ここでどう巻き返すのか。はお気持ちなんで、謝らないでくださいね。見てくれることも応援なんでね。アイテムはご好意なんで謝らないでください。見てくれるとかフォローするっていうのが一番の応援なんだよ。いいねボタンを押すとかコメントを書くとか YouTube 見るとかも応援ですから。ワド監督とかで届くよ。
よっさんはすごいよね。住所が間違えててもよっさんの家に届くかんね。すごくない？あそこまで行くとすごいよな。さすがに住所間違えて届く自信がないもんな。ニンニさん、定期、天城府に記載されてない商品以外を送りたい人は、ツイッターに住所が書いてあるので、和戸監督の自宅に贈り物ができます。送料は自己負担でお願いします。和戸監督様で届きます。金魚姫さん、住所間違えて届くの？よっさんはね、よっさんはネタになってたよ。住所間違えてるって言って、届いてたって。すごいよね。それくらい有名な。要は配達員がもうよっさんのこと分かってる。あ、よっさんの家こっちだよって。すごいよね。金魚姫さん、よっさんがすごい。うん。贈りも多分、1ヶ月に100個以上届くかんね。よっさんクラス。俺はだいたい1ヶ月10個、20個とかだけど、よっさんとかだともう100個以上届くんだよ。すごいよね。人気配信者はすごいよ。ねえ、すごいよね。腹減った。何食おうかな。
今日ご飯何食べよう。ちょちょちょ、硬いな体。よく伸ばさないとね。記載しとくね。うん、よろしく。任に三携帯。うん。そして。金魚姫さん硬いからこそ毎日少しずつストレッチ。そうだね。いや、体生まれた時からね、異常に硬いんだよな。生まれた時っていうか子供の頃からガッチガチだ。ほんとひどい硬いなってやついるじゃん、あれ。うぅ、いって、柔軟性も一緒だ。ポンも硬いわら。硬いんだ。のんちゃん Y 字バランスできるぐらいぐにゃんぐにゃんに柔らかいんだよね。うらやましいんだよ。のんちゃん Y 字バランスできるかもよ。金魚姫さん、男の子は赤ちゃんでも硬いよね。だから子供のうちからやんないとダメなんだよね、本当はね。ストレッチ、子供のうちは関節の可動域上がるから。ポンさん、また割りできるね。のんちゃんはできるよ、また割り。あの、もう、また割りはできないか。また割りが一番難しいんでしょ、ベターって。お相撲さんがやるやつね。ポンさん、そそ。あれ、すごいよね。お相撲さんは半端じゃないよ。難しいな。ああ疲れた。今日のロードワーク終了だな。だんだ。お疲れ様です、ワドさん。頑張ってますね。お疲れ。どう最近。頑張ってる。お疲れ。頑張ってる。俺はぼちぼちやってるよ。僕もぼちぼち頑張ってます。あ、そうなんだ、いいね。
豆さん文鳥の神、癖で困ってるんですが、和戸さんの文鳥も噛みますか？噛ん噛みじゃなくて。生まれてからどれくらい？生まれてからどれくらい経ってる？あの、豆さんの文鳥。それによる。オスだっけ、メスだっけ、あと。ニンニ、サン送ったよ。ありがとう。ニンニ、サンライン。ライン今見れない、携帯、あ、ライン見れるか。豆さん今7ヶ月でもうすぐ8ヶ月です、うん。メスです。メスね。メスだったら落ち着くの早いと思うんだけど、今、羽が生え変わるトヤキでしょ。あれね、人間で言うとこの思春期なの。中学2年生ぐらい。で、噛むっていうのは、あれ何をやってるのかっていうと、攻撃をしてるんじゃなくて、いろんなものを噛んで、経験をしてるの。要は、この物質は硬いとか食べられるとか、この物質は柔らかいとか。だから、人を目をつついたりとか、人間は噛んだらダメなのっていうのを教えないといけないんだけど、これはね、1年目ぐらい、要は、思春期が終わって羽が大人になったらなくなるの。だから、今は怒るんじゃなくて、気をそらしてあげるっていうことを呼びかけたり、こう、なんだろう、噛んできたら、その、ダメだよってくちばしを、俺はこうやってつまんでた。優しくね。でも、一回、釈迦がグーって噛みついた時があって、グッて、もう、血まめになるぐらい、わーって話しちゃったことがあったの。やめろって怒鳴りながら。そっから半年間、手に止まらなくなったから、絶対にやめた方がいい。怒鳴ったりとか怒ったりとか攻撃は絶対ダメ。だから、その優しく、そのダメなんだっていうことを教えながら気をそらさせるしかないね。これはね、鳥が何かをつまんで、これは硬いのか柔らかいのとかを確かめてんの。遊んでるの。だから気難しい時期だから、あと4ヶ月5ヶ月経ったら治ると思った方がいいね。今一番大事な時。豆さん、なるほど、血出そうになるくらい噛まれるんで困ってました、うん、ありがとうございます。強いんだね、強いんだね。千葉スタイルさん、監督おはようございます。おはようございます。だからもうそれは耐えるしかないのと、気をもうとにかく目を攻撃しないようにと、頭に乗っからないようにと、人間を噛むっていうのはダメだよって気をそらさせる。それはもうペコも釈迦もそうだったから。でも絶対治るから、むしろその間に関係が悪くなるのはダメ。むしろそれが終わるとね、今ね、多分ね、撫でさせてくれなかったりするから、今関係気づかないダメだよ。手の上に乗るんだったら今すごく大事な時、もうこっから先の文鳥との関係が決まる時だから、愛情を持って接してあげて。それで失敗したのが俺とペコだからね。のんちゃんにはベタベタになったけど、俺には懐かなくなっちゃった。マメさん、今背中は無理ですが親指でお腹は撫でられるようになりました。あー、じゃあ大丈夫。ゆっくりね、ゆっくり関係築いていって。あとね、ここら辺とか喜ぶかもしんない。この辺、首のこの辺と、ゆっくりだよ。ゆっくり触るの。フェザータッチで。この辺と、あとね、ここの、くちばしの付け根のここの部分あるじゃん。そこの部分喜んだりもするから。お腹は大丈夫なんだ。お腹の方からね、この辺撫でてあげると、釈迦とかペコ、釈迦はこの辺喜ぶかな。すごく。目の下っていうのかな。タムタムさん、犬と猫とか飼うかどうか迷ってる場合じゃないぞ。豆さん、へえ、やってみます。うん。目の下とか喜ぶね。まあ個体によって違うんだろうけど、釈迦はそこが一番好きだね。でもメスの方が飼いやすいと思うよ。温厚だね、メスの方が。男の子は乱暴。これはメスの方が好きだね、文鳥は。
優秀ダンディさん、犬にもメスの方が飼いやすい。ああ、犬も性格あるんだ。豆さん、包丁してるとずっとついてきますね、わら。かわいいよね。逃げるときはカーテンレールなのかな、豆さんのところも。豆さん、そうですわら。避難するときカーテンレールだよ。ニンニさん、ウエストポーチいるかな。ウエストポーチね、よくよく考えたらあった。大丈夫。があるんで室内で買うと大変。半年に1回。ああ、犬か、生理があるんだ。そっか。それそうだよな、生き物だからあるよな。ニンニさん、服のサイズは何かな。服？服はサイズ、何の服かによるかな。服の服、何の服？サイズ何なんだ、 L かな M かな。なんか試着して決めるから難しいよね。ニンニさん、トイレの治ったのかな。まあ治ってない。あー痛い。佐野はハゲさん、佐野とユイガを超えた配信者、なお前科13番1、警察に火炎瓶で放火にバイク10台以上窃盗、3バットで殴って丸、人未遂4、薬の売人5、狂気準備集合罪6、つつもたせで大儲けほか。千葉スタイルさん、すごい。マリルボーンさん、こんにちは。こんにちは。お疲れ。マリルボーンさん、今から行くランニング。いや、終わった。痛い。金魚姫さん、辛いストレッチだね。いや、
痛いね。でもやんないと次の日また走れなくなるからね。もう多分4日ぐらい経ったらまた筋肉痛なくなると思うんだよね、このペースで走っても。だから体が慣れるまでね、その筋肉痛にならなくて体が完成したら次負荷かけるってやっていこう。まだ時間はあるけど、毎日サボらずゆっくり確実に一歩ずつ。麦ちゃんさんはど、とりあえずその配信者直ってやつに突しないとなわら。ボクシングジム通いてえな。練習したい。技術練習も来月は取り組んでいかないとな。キャプテンアメリカさん、ラックで寝室と分けてんの？うん。千葉スタイルさんはど、監督ムキムキになるの？ムキムキにはならないんじゃないかな。なんかシュッとした感じ。かかるのかな。月15,000円、入会金が30,000ぐらいかな。入会金30,000ぐらいで、月15,000円ぐらいかな、相場は、東京は。人に3高い、小。高いよね。キャプテンアメリカさん、ダニのみいない？いないね。ダニとかのみとかすぐ被れるから、俺がダメだから。さん結構するんだね。結構するよ。道具はね、全部揃ってるからもういらないけど、ジムはな。
りあえずサンドバッグ殴りまくるのと、あとシャドウとミッドとサンドバッグだよな。シャドウは家でできるけど、ミッドとサンドバッグは、しかもミッド持ってもらう人がプロ、ねえ、ちゃんとやってる人じゃないと、あれだからな。タツヒコと練習したいんだよな、俺。タツヒコ今どんな感じなの？知ってるリスナーさんいる？配信やってんの？あいつ。元気なのかな？タツ。どうなんだろう。千葉スタイルさんやってないらしいですよ。やってないんだ放送。大丈夫かな。ダニの送ったよ、LINE したよ。ダニ？ダニいないよこの家人の話聞いてニンニ、この家ダニいないよ。リスナーさんがダニいるって聞いただけだよ。ダニ出ないよこの家ダニの送らなくていいよニンニ、キャンセルして。どうしてそうなった？さよならダニいらないよニンニ。さよならダニー、キャンセルしてニンニー今すぐ。ちょっと金魚姫さんダニ、いやリスナーさんがこの部屋ダニーいるのって聞いた。下に4つ置いとくだけでいいから。だからダニーいないっつーのこの家。クモモンさん WWWW いないよ。ダニーキャンセル、いないっつーの。いないっつーの。ニンニ3人にの支払いだから気にしないで。いやいらないって。いらないいらない。金魚姫さん、さよならダニー、さよならダニー、いらないニンニー、ありがとう。いらないいらない、もったいない、ありがとうね。大丈夫、それはいらない。キャンセルキャンセル。さよならダニーはいいよ、ありがとうね。優しいからすぐコメントに反応しちゃったんださよならダニー。ニンニ天然だよな。ニンニ3あげるよ、受け取って。いらないって。いいよ受け取らないダメなの？さよならダニー、分かった。じゃあさよならダニーでもネタにするからね、覚悟しといてよ。 YouTube でちょっと煽るからね。ニンニ3やった。麦ちゃんさん布団干してる様子ないから、ダニいるな。さよならダニー。ご飯何食べよう。
麦ちゃんさん、とりあえず谷のみ白身は退治しよう。だからいないっつの、すごいな。ポンさん KP を10個プレゼントしました。ありがとう KP、 ありがとう。ポンさんいいねを10個プレゼントしました。延長代ありがとうございます。ポンさん風船を10個プレゼントしました。ポンさんバーガーを2個プレゼントしました。ポンさんハートを2個プレゼントしました。ニンニさん、そんなワド監督大好きファンです。モンさんいいねを10個プレゼントしました。ありがとうクモモン、延長代ありがとう。麦ちゃんさんいいねを1000個プレゼントしました。くもモンさん、さよならダニーが楽しみです。 W さよならダニーか、参ったね。ニンニ3円ちょうだい。円ちょうだい、ありがとう、サンキュー。 よいしょ、ストレッチはこれくらいにしようかな。え、S アカふわっちやめんの？ S アカ坊主になってる。やめちゃうんだ。何食べようかな。お尻の筋肉伸ばしたいけど、お尻の筋肉ってどうやってストレッチすんだ。お尻ってどうやって伸ばすんだ。わかんねえな。まあ、いっか。のんちゃん。のんちゃん。なんで連絡取れないの？
何にしようかな。昨日はカレー。昨日カレー。何食べよう。のりこあっと銀河さんおはよう。ダンジョンから抜け出したら目が覚めた。ごめん、何言ってるか全然わかんないけど、おはよう。またダンジョンやってたの？夢の中で。またダンジョンで冒険してたの？宝の地図で。のんちゃん、咳はどう？体調は。寂しいよ、俺。のんちゃんの家遊び行ったらダメ、今から。のりこあっと銀河さんうなされた。うなされたの？のんちゃんち遊び行っちゃダメ？寂しいよ、俺。放置されてるから、彼女に。会いに行ったらダメ？のりこあっと銀河さんいいよ。じゃあ、お風呂入って俺、のんちゃんち行くわ、今から。いい？のんちゃんち行ってもいいね。いい？泊まってもいい？お泊まりしていい？一泊だけ。いい？のりこあっと銀河さんどんちゃんくさいよ。風呂入れよ。お風呂入れてあげる。のりこあっと銀河さんいや。お風呂を掃除して、俺がお風呂を掃除するから、お風呂掃除セットも、なんかある？掃除できるの。のりこあっと銀河さんいい。ん？遊び行っていいの？遊び行くよ。OK？ 寂しいから。のんちゃん、遊びに行っていいのね。泊まるよ。ボンさんは、ドさんが体ゴシゴシしてあげればよいんだよ。のりこあっと銀河さん、うん。わかった。OK。じゃあ俺お風呂入ってから行くね。ロードワーク終わったから。駅前で集合しない？駅前で集合でいい？ご飯食べて、ご飯食べよ。OK？ 駅前で、のんちゃん一緒にご飯を食べよ。わかる？オッケー。なんで返事遅いんだよ。任二三夜祭司縄戸監督氏のりこあっと銀河さん席が出るか、席が出るか。ご飯何食べたい？じゃあ買ってってあげる。駅前で何が食べたいか教えて。佐野はハゲさん洗脳おつです。何が食べたい？のりこあっと銀河さん安静。安静はわかった。うん。何が食べたいか教えて。作ってあげる。作ってあげるか買ってきてあげるから。ああ、ダメだ。マックって言うんだ。100万札束さん通訳しましょうか？のりこあっと銀河さんマック。駅前にマックあるの？ボン三本もよく彼氏に体ゴシゴシしてもらってるをわらわらわら。のんちゃん、マック駅前にあるの？買ってってあげるよ。佐野はハゲさんはロータ。当たったでしょ。のんちゃんマックしか食べたくない。駅前にあるのマック。マメさんはドさん行ってらっしゃい。行くよ。のんちゃんマックはあんの？のりこあっと銀河さん駅の反対口。オッケー、じゃあ買ってくよ。反対口ね。オッケー。俺はマクドナルド食べたくないから他の食べるよ。いい？あとは必要なものは？
飲んじゃう。のりこアット銀河さんいいよ。いいのね。はい。マック買っていけばいいのね。じゃあ買ってく。お風呂入ったら。のりこアット銀河さん老眼鏡。あ、老眼鏡ね。老眼鏡持ってく。見えないのね、コメントがね。わかった。のりこアット銀河さん目が見えません。わかった。老眼鏡持ってく。はい。こっちの方でしょ。ローンマックス円3窓つ。こっちの方だお。老眼鏡は家に持ってきたいのはこれ。この老眼鏡。それとも100均の方どっちがいいの。なんじゃ。まあ高い方でしょ。のりこアット銀河さんはい。分かった。じゃあリスナーさんすいません、僕のりこの家に行きます。あのお風呂入ってあののんちゃん家行くんで。お疲れ様です。のりこアット銀河さん1。うん、1って何のんちゃん。え、 1?2、2、3。お疲れ様です、うん、みんなありがとね。お疲れ様。ボンさんお疲れ様でした。ありがとう。今日ボンありがとね。今日もね、タイムキーパー。豆さんおつです。楽しんで。うん。のんちゃんに会ってきます。お疲れ様です。